やっほー。こんにちは。喉が鳴った。はい、AKB48、愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきます。イエーイ。さてと、今日めっちゃ暑い。エアコン入れた方がいいのかな。できれば入れたくないんだけどさ、扇風機で頑張ってるけどめっちゃ蒸し暑いんですよ。そう、暑いマジで。でもね、そんな簡単に入れたくないんですよ、お昼は。そう、夜だけ入れるようにしてる。めっちゃ暑い、本当に暑いの。でもね、つけたくない、簡単に。私はそう、私はもうつけたくないんです。そう、もう今隣にいる扇風機と頑張っていきたいんですよ。そう、今日そういう風に話しました。扇風機と今日は頑張りたいね、扇風機でって。暑い、でもめっちゃ暑い、本当に暑い。ここでね、なんか入れたら負けないような気がしちゃうんだよね。でもだからなるべくめちゃめちゃ涼しい格好でいる。短パンですもん今そう、もう超このね、通気性のいい T シャツに短パンで頑張ってるね、そう。まあ、さっきちょっと温かいもの食べたんでめっちゃ暑いですけど。そう、今日は朝からね、いろいろ頑張ってはいたんですけど、ちょっとね、やってはめっちゃしんどくなっちゃうそうなんですよ。だからちょっとね、休憩をちょっと取りつつ頑張りました。はい、最近さ、結構朝起きたらさ、もうすごいだるくて、だるくてって言ったら違うけどさ、なんかちょっと熱っぽい感じするんだよなみたいな。皆さんそういう時ありません？あれなんでなんだろうね。結構でも寝る時は私除湿入れて寝てるんですよ。だから結構涼しいはずなんだけど。そう、
マジ？脱水？そっか。一応寝る前にお水とか飲んでるんですけど、どうすれば防げますか？水足りないのかな？結構飲んでるんだけどな、頑張って。クーラーつけてると喉やられない。やられないために私は毎晩マスクをして寝ます。だから大丈夫です。でもどうすればいいんだろう。そう、最近ね、毎朝それ、最近って言ってもここ3日ぐらいの話なんですよ。ちょっとね、しんどいなって思って、だから朝はもう扇風機の前でも20分ぐらいうなだれちゃうんですよ。じゃないとね、ほてりが治らない。そう、まあ、今はほんと完全にさっきあったかいもの食べたからさ、めっちゃもう暑いんだけど。そう、一応今設定何度にしてるんだっけ？26度ぐらいにしてて、除湿。それで結構十分寒い、寒いっていうか涼しいからさ、それぐらいにしてて、それで寝て、まあ3時間半ぐらいで切れるようにはなってる、タイマーで。そう、朝はね、起きたら白湯をいっぱい飲んでます。で、飲みながらドボンしてるんだけど、今日はちょっとね、なんか時間決めてドボンがちょっとしんどいなって思って、結構めっちゃダウンしてしまってたから、今日はもうちょっと ごめんなさいって思って もう全然告知もできずにドボンやってました。1回だけドボンできたよ。プレイ回数じゃなくてドボンができた。塩分足りないのかな。そろそろお母さんに塩分取っとけって言われたんだけどさ。なんかあれなんだよね、その除湿切ると入れるのタイマーが同時にできなくて、そうだからちょっとだけ困っちゃって。一応今日はさ、お雑炊食べて、さっき、そう
あのタラとご飯入れて、あのお味噌とごま油ちょっと入れてお雑炊作って全部飲み干したけど、別に塩分的に問題はないよね。だって調味料で入れたのごま油と味噌だけだからさ、なんか塩分過多ですとはならないよね。ちょっと今喉乾いてるんだけどそう、塩分取った方がいいのかな。どれぐらい取ればいいんでしょうか、そういうのって。結構もう塩辛かった、割とそう塩辛くて。でも結構やっぱ味噌入れるだけで全然違うね、最高だわ。そう、味噌が大さじ1弱弱、もうちょっと少なかったな、大さじ3分の2ぐらい。美味しかった。生姜入れようと思ったのに忘れてたんですよね、完全に。めっちゃ体温めにいってるよね、こんな暑いのにそう、あ、早くサリ麺作りたいな。サリ麺で味噌ラーメンとかいいかなって思ったけど、サリ麺に味付いてるからいらんな、味付けとか。そう、ね、味噌も塩分あるからそれで大丈夫だよね。あのそれにさらに塩を足したりとかはしなかった。ただそしたらもう死ぬ、私の舌が死ぬ塩辛すぎて死んじゃう。そう、それかサリ麺で冷麺。うわー贅沢すぎるな。でもめちゃめちゃいいね。そうだな、あったかいの作る前にサリ麺で冷麺とか作ればいいな。うわめっちゃいいじゃん。でポン酢で味付けすればさ、もうサリ麺のなんかあの麺のキットとか買わなくていいから。そう、酸性とアルカリ性のバランス大事。やっべ全然わかんない、教えて。それは食事のことだよね多分。え、うん、あ、え、うんそう、え、みんなちょっと、私まださ、あのしばらくサリ麺食べる予定ないから、2週間以上は言い過ぎかも。いや意外とそうかもしれない。いやわかんないな。微妙だな。1週間以上はちょっとサリ麺食べる予定ないからさ、もし気になる人は作ってみてください。まあ多分自分流になるとは思うけど、冷やしサリ麺みたいなやつ、冷やしサリ麺そう、感想は教えないでいいよ。うん、私が自分で作って食べた時に、初めて食べた時のこと感じないから、感想は教えない、感想はね教えなくていいよ。そう、
も本当に舌の中が若干塩、しょっぱくてちょっと喉乾きそう。そう、大さじ1弱なんだけど入れすぎかな、それって。一応レシピではそういうふうに書いてあって、でも若干入れすぎだったか、まあいっか。それは大さじ1弱は多かったかな、ご飯の量ちょっと少なかったからさ。まあまあいっか、それは明日気をつけよう。明日っていうか今後作るときはか、明日雑炊食べないかもしれないし。水分はもちろん取りますよ。ただちょっとご飯食べた後私すぐお水飲まないからさ。そう、そうね、普段さっぱりしたのに慣れてるからなのかな。だからそう、味噌きのこと鶏胸の味噌漬け一緒に食べるとめっちゃ塩辛くなる、しょっぱってなる。まあそれはしょっぱいか。それはしょっぱいわ。でもやっぱあれだよね、塩分チャージだよね。でも私塩分チャージ大好きなんですよ、本当に好きで。めっちゃ美味しいよね塩分チャージ。全然食べないんだけどさ。そう、そういえば去年もお母さんに同じこと言われたな、夏なんだから塩分取りなさいって。で今年も言われた、そろそろ塩分必要になるよって言われました。お茶は飲まない、お水しか飲まないな。でも外食した時はお茶飲みます。私甘い飲み物苦手だから、あんま飲めないから。いや飲めるんだけど、もう甘い飲み物はオレンジジュース以外はもう飲みたくないですみたいな、割と。そう、甘い飲み物じゃないな、甘ったるいのは飲み物は無理だな。私もともとあんまりにも甘いものっていうのが好きじゃなくて、そう、結構甘さ控えめの方が好きだったんですよ。でも今は結構甘いもの食べられるようになった、食べられるようにはなったんだけど、やっぱ飲み物は苦手だね。だからスタバとかいけないや、フラペチーノとか飲んだらね、多分私残しちゃう本当に。そう
そうだからね、甘い飲み物はね本当に無理だなって思って、ジュースはオレンジジュースが好き、それ以外飲まない基本的には。うん、でもオレンジジュースも最後に飲んだのいつだっけ？あ、でも今月パインジュースを飲んだんですよ。その外食で行ったお店にパインジュースしかなくて、でもそれはお酒しかないんですよ。そう、あの家族とご飯食べに行った時なんだけど、だからその時はジュース飲みました、一杯だけだけど。でもオレンジジュース最後に飲んだのいつか覚えてないや。ここ半年は絶対に飲んでない気がするんだよね。うわ忘れた。だからもう基本的にジュース飲まない、マジで飲まない。あんま飲みたいなって思うことがないから、もうお水で私は満たされる。でソフトドリンクもジュースを飲んじゃうとお腹いっぱいになるから、もう絶対にお茶です。もうウーロン茶、最終手段ウーロン茶だけど、できればウーロン茶以外がいいなって思って頼んでますね。そう、だから基本的にもうお水しか飲まないです。お店のソフトドリンクで一番たら嬉しいのは紅茶だね。紅茶割と飲むから。割と飲むは嘘だな、飲めるから。緑茶飲まないね、もうお水しか飲まない、基本的に。そう、もうお水と白湯を飲んでます、ずっと。炭酸水飲まないの？飲まない、炭酸が苦手だから。そう、うん、炭酸苦手、飲めないことはないんだけど、やっぱね、あの刺激が結構得意じゃないから、ちょっと飲めないです、炭酸は。まあ、飲めないことはないんだけどね。そう、
なんか炭酸で言うとさ、イギリスの研修旅行のことを思い出しました。そう、お店、ご飯屋さん行った時にお水が出てきたんだけど、それが炭酸入りだったんですよ。で、飲んだら本当に炭酸が入ってるお水で、あの甘くないんですね、全然。だからめっちゃもう、その時は今より炭酸苦手だったから、もうめちゃめちゃ口に合わなくて、そう、本当に合わなくて、でも一杯飲まないと火が出ないよなって思って、本当に頑張って飲んでお水もらいました。そう、そこのご飯も美味しかったな。ちなみに今日皆さんお昼ご飯何食べましたか？甘辛チキン弁当、唐揚げ弁当、オムライスとわかめスープ、おにぎり2個。美味しそう。オムライス食べたい。ポムの木行きたい。卵と私も行きたい。オムライス食べたいな。ポムの木行きたい。なんか言うね、ずっとポムの木行きたくてしょうがない。私はもうずっと中華料理か韓国料理を食べたいなって思ってる。それかポムの木に行きたい。パンまだ食べてない。ほう、あ、菓子パンね。納豆、そう、韓国料理はあんま食べないから、めっちゃ憧れがあって、キンパを食べたことないから食べたいんだよ。そう、あとサムギョプサルも食べたことない。結局そうで、中華料理はずっとなんかね、ずっと消えない。餃子食べたいってなるもん。そう、餃子王将ね、行ったことあるらしいけど、マジで記憶にないから行きたいんだよね。どっちだっけ、餃子の王将か大阪王将かどっちかだったよね。どっちか行ったことない。
でも行ったことあるって言われても、そんな小さい頃のこと私覚えてないよ。行った記憶ないんだけど、マジで。マジで行った記憶ない。まあそうね、最近ほんと行きたいチェーン店が多いです、私は。トン太郎はね、行ったことないんですよ、実は。そう、行ったことない。もう愛媛県民なのにっていう、あれはいいです。行ったことないもん、行ったことないんですよ。そう、スケロクも行ったことない。そう。なんでかって言われたらね、それはわかんない。私もわかんないよ。まあそうね、もうチームエイト入るまでに行ったことないチェーン店多すぎて。そもそもファミレスに行かなかったんですよ、全然。ジョイフルは1回だけあるんだけど、まあ、愛媛にあるファミレス、ガストもココスも行ったことないし、あと何があったっけ、忘れたな。本当にチェーン店に全然行かなかった、なんでか知らないけど。そう、まあ、回転寿司はチェーン店だったけど、まあ、言うて回転寿司もチェーン店というか、チェーン店も行ってたけど、地元の回転寿司に行ってたな。あとなんだろう、もう思い出せない思い出せませんもん。あ、何、高級レストランって思ってる？そんなことないよ。どうしてわらわらをつけるんだい？よく行ってたのはトスカーナの休日ですけど、そう、そこはまあまあな頻度で行ってたんだけど、それ以外どこ行ってたかな。でも皆さんね、何か勘違いをしていらっしゃる。私は別にいいとこのお嬢さんではないし、家もほんと普通なんで。そう、まあ最近は誰も思わんか。でもね、お嬢様って言われるんだけど、そんなことないです、マジで普通です、本当に普通なの。そう、本当に普通なんだけど、あんまりファミレスに家族で行くことがなかっただけ。本当になかったね。なんでなんだろう、知らんけど。まあそう、チェーン店は行かな、チェーン店のファミレスは行かなかったけど、その地元のさ、洋食屋さん、まあ、レストランはよく行ってたんだけど、まあ、そこも潰れたんですよ。あれ結構ショックだったな。本当にそこが大好き、まあ、そこによく行ってたっていうのがあるかもね。もうチェーン店行かなくても、そこに地元のレストランがあったから、そこにめっちゃ行ってて、本当行きつけだったんだけど、なくなりました、それも。そう、亡くなったのも私が、いつだっけ、中学生ぐらいの時の話ですけどさ。
だっけ。でもそのぐらいだね。ん、中学もうちょっと小さかった気がする。どうだったっけ。ああ、小学生の頃に閉店してた。もうそれがめっちゃショックで、私はもう一時期ね、なんかここの建物、なんか大人になったらここの建物買い取りたいとかめっちゃ思ったぐらいには、本当にそこのゼウス、あ、言っちゃったよく言ってたところあったんだけど、そうあったんですよ。でもここのお店じゃない、お店じゃない、ここの建物買い取りたいなって思うぐらいにはあったんですよ、私が大人になったらって思ったけど。今どうなってたんだっけ、忘れちゃった。そう、そうなの。めっちゃ好きだった。でもそう、私はもうね、閉店した後にそのことを知ったんだけど、うちのお父さんが閉店する前に何回か行ったって言ってて、なんで私を連れて行かんのんじゃって思ったもん。本当にその時マジでね、怒ったそう、なんで私を連れて行かなかったのよって、ね、怒ったっていうか、なんかね、めっちゃそう怒った怒りました。めっちゃいや、だってさ、それをなんか後から知るってね、なんなんて思って、いや、なんかすごいあの愚痴みたいになっちゃってるけど、いや、だったら連れてってよ。まあ、そりゃね、今となっては多分なんか難しかったんだろうけど、なんか何も言わずに、当時何も言わずに、なんか数年後は、なんか数年後知るっていうのがよく分かんなかったんですよ。この前行ってきたんだよとか言って、なんかそう、それでさ、言ってくれたら言ったのにさ、私だってそう、なんでそれを当時言わないって思っちゃいましたね。よくわからない行動してました、お父さん。家族誰も知らないからさ、そう、お父さん一人で行ったんだよ。そう、それがね、ようわからなかった。もう私も本当に、うんいや、教えてよってなりましたもん。なったね、本当にね、行きたかったな。でもだからめっちゃ好きだったの、ここ。でももうね、亡くなったから分割はできません。お母さんもそれにはね、さすがにね、なんでって言ってた。なんでお父さん一人で行ってるのみたいないや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 ってなるよね。
はい、それじゃあまあ今日はね、とりあえずここら辺で終わりにするんですけど、今日はちょっと夜配信ができない可能性がちょっとあるんで、それは本当すみません。じゃあランキングを読んで終わるね。13位川端慎二さん、12位モノサルさん、11位トシ君、10位マモさん、9位ロミツさん、8位が正和さん、7位ファワジさん、6位キャパさん、5位カラスのカーコさん、4位アーティーさん、3位プレジョンさん、2位夏目さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。午後からも頑張ってね。ありがとうございました。